今月10日の110番の日を前に青葉区では警察官がチラシを配りながら正しい利用を呼びかけました今朝、JR 北仙台駅では仙台北警察署の警察官7人が駅の利用者にチラシやティッシュなどを配り110番通報の正しい利用を呼びかけました 県内では去年1年間で前の年よりも2200件ほど多いおよそ11万件の110番通報がありましたこのうち緊急性のない個人的な悩みの相談や間違いなどが全体のおよそ3割を占めていますこのため家庭でのトラブルや悪質商法についてなど警察への相談については専用ダイヤル「#9110」を利用してほしいと呼びかけています